皆さんこんにちは、リコです。知らないと損とも言える高額療養費制度について、制度申請概要を分かりやすくお伝えしていきます。ぜひ最後までご覧ください。今回の動画の目次はこちら。それでは早速、社会保険とはから見ていきましょう。高額療養費制度は公的医療保険のうちの一つです。まず公的保険、社会保険の中に医療保険、年金保険、労災保険、雇用保険、介護保険に分かれています。その中の医療保険のうち、職業により加入するものが異なりますが、会社員の方であれば健康保険、公務員の方であれば共済組合、自営業個人事業主の方であれば国民健康保険となります。社会保険というのは大きく分けて5種類あり、そのうちの医療保険は職業により加入する保険が変わるということになります。それでは公的医療保険の内容について見ていきましょう。日常的によく使う窓口の一部負担金の割合は、病院に行った際に窓口で支払う金額が医療費の自己負担額が3割になるもの。高額療養費制度は、医療費が高額になる際に自己負担を超えた分の払い戻しをしてくれる制度。傷病手当金は、病気や怪我で働けない間、日給の3分の2が支給される制度。出産育児一時金は、出産した際に42万円が支給される制度。出産手当金は、出産で会社を休む間、日給の3分の2が支給される制度。主にこちらの5つがあり、本編は高額療養費制度について詳しく見ていきます。高額療養費制度というのはどういったものなのか、簡潔にお伝えすると、国が医療費の負担を助けてくれる制度のことを言います。例えば、突然の事故により手術代が30万かかったとします。自己負担限度額が9万円の方でしたら、病院の窓口では30万払ったとしたら、自己負担額は9万円、残りの21万円が払い戻しされるという、とてもありがたい制度なんです。それでは先ほどお伝えした自己負担限度額について見ていきましょう。これは収入によって区分、金額が異なってきます。年収1160万円以上の方であれば、自己負担限度額は月26万円程度が上限となり、年収770万円から1160万円の方であれば、月17万円程度が上限。多くの方が該当するであろう年収370万円から770万円の方は、月8万円程度が上限。年収370万円以下の方は、月6万円程度が上限。住民税非課税世帯の方は、月4万円程度が上限となっています。注意点として、同じ月の1日から末日までの自己負担限度額で判定されるので、月をまたいでの入院等は別々に計算されます。それぞれの月が限度額を超えているかが判定の条件となります。なので、長期の入院になる場合は、月始めから選ぶのがベストと言えるでしょう。注意点2つ目として、もし同じ月で複数の医療機関にかかった場合、高額療養費の対象となる自己負担額は、受診者別、医療機関別、入院、通院別で算出されて、2万1000円以上のものが対象となります。このため、対象となる自己負担額を合算して、自己負担限度額を超えた部分が高額療養費として支給されます。高額療養費制度の手続き方法として2つあります。費用負担を軽くする方法として、事前に手続きする方法です。外来入院に関わらず、事前に限度額適用認定証というものを申請すると、窓口での支払いを自己負担限度額までに留めることができます。ご自身が加入している健康保険組合、共済組合、国民健康保険などに申請すると交付される認定証です。受診時に医療機関等の窓口に提示すると、支払いを自己負担限度額までに留めることができ、高額な医療費を一時的に立て替える必要がなくなります。自己負担限度額が超えるか超えないかわからない場合でも、限度額適用認定証を支給申請しておくこともできますので、事前に申請しておくといいでしょう。2つ目、事後に手続きをする方法は、医療機関等の窓口で医療費の自己負担分を一旦支払い、後日健康保険組合、共済組合、国民健康保険などに申請して払い戻しを受けます。
限度額適用認定証というものを申請し、事前に手続きをする方法について、健康保険組合各組合によって異なりますので、保険証に記載されている保険者へ確認しましょう。国民健康保険であれば、市区町村によって異なりますので、お住まいの国民健康保険担当窓口でご確認ください。必要書類は保険証と印鑑になります。事後に手続きをする場合の申請方法について、必要書類は領収書、保険証、印鑑、振込口座の分かるものとなっています。しかし詳細はどの保険に加入しているかによって異なりますので、詳しくは保険証に記載されている番号へ問い合わせてみましょう。国民健康保険の場合は市区町村により異なりますので、お住まいの国民健康保険窓口担当までご確認ください。ここまで高額療養費制度の制度概要についてお伝えしてまいりました。実は誰でももらえる制度で知らずにいたら損をしてしまいますよね。上手に国の制度を活用していきましょう。それでは本日の Q&A をお送りしたいと思います。本日の Q&A ではプライベートや様々なコメントに対してお答えしていきたいと思います。YouTube のコメント欄、公式 LINE にてコメントお待ちしております。それでは早速いきましょう。本日の Q&A はこちら。YouTube を始めるにあたり、パソコンのおすすめはありますか?というご質問でした。ご質問ありがとうございます。そうですね。私はこれじゃないとっていうこだわりはないんですが、初めはずっと Windows を使っていました。去年の4月あたりに思い切って Mac にしてみたんですが、初めは探り探りで、やっぱり使いづらいなと思うところはあったんですが、今では完全に慣れて快適に使えていますね。私は携帯も iPhone 使っているので、画像を iPhone から Mac に AirDrop で送ったりとか、Windows ではできなかったので、とても感動しました。でも、ご自身が使い慣れているパソコンであれば、全然 OK だと思います。どういった動画を作成して配信するかや、編集はするのかなど、パソコンがどれがいいかっていうより、そっちの方が重要かなと思いますね。ではでは長くなりましたが、皆さんいつもコメントや高評価本当にありがとうございます。これからも給付金やお金関連、様々な分野で皆様の生活のサポートができますよう頑張りますので、よろしくお願いいたします。この動画が皆さんの参考になれたらとても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。